カブすき焼きチャンネル。はいどうも、カープスキジャケチャンネルです。今回も選手の2軍情報を振り返っていきます。先週は3試合予定されていましたが、金曜日のゲームが台風で中止となりまして、土日試合行われましたが、ソフトバンク相手に2連敗しています。そんなゲームの中で絶好調のニラサー選手がまたもや活躍してます。で、日曜日にはドラフト1位ルーキーの常広投手が先発登板をしました。で、また最小額に燃える林選手ホームランを打つなど長打量産しています。そして最後には代打候補の状態についてもまとめたいと思います。そして2年目の斎藤投手についてですが、27日ですね、中国新聞さんの報道でリハビリ中ということが判明しました。どうやら右肩のコンディション不良でリハビリをしているようで、それでね、しばらく2軍でも登板がなかったということです。で、ブルペンでの投球再開しているようなんですけど、まあもうね、ウェスタンリーグも今シーズンね、もう終わってしまいますので、シーズン中の復帰ってのはもしかしたら難しいかなと予想されます。まあですので、フェニックスリーグとかで復帰登板になるんじゃないかなとは思うんですけど、またね、しっかりと復帰して力強いまっすぐ見せてほしいなと思います。はい、ということでね、2試合行われていますので、そちらの模様も振り返っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、で31日のゲームからですが、4対3でカープ敗れてます。まず野手陣の成績ですが、1番の佐藤選手4打数2安打マルチ安打ということで、今シーズン23度目の複数安打をマークしています。9月にも入るというところでもね、打率3割キープして、ウェスタンリーグでは唯一の3割打者になっているのでね、このまま3割キープしてシーズンを終えてもらいたいところです。で、5番の磯村選手は4打数ノーヒットということで、8試合連続安打でストップしています。で、6番の林選手5打数3安打1打点ということで、8回にですね、ツーアウトから直球を捉えて4月4日以来の第2号ホームランを放ちました。バックスクリーン左に飛び込む大きな一発ということで、久しぶりにホームランが生まれてよかったかなというふうに思います。で、また1打席目2打席目にはですね、東浜投手のカットボールを打って逆方向レフト左中間のフェンスに直撃するツーベースも打っていますので、まあ、課題とされる変化球をしっかりとこういうふうに叩けたっていうのもね、良かった点かなと思いますので、まあ、ちょっと守備の方でね、3回エラーして、いるんですけど、まあ、そこは反省として、バッティングでね、ホームラン、で、また変化球を打ったツーベースといいアピールがありました。で、8番のニラサー選手ですね、まあ、4打数4安打ということで、もう素晴らしいですね。これで6試合連続のヒットになりましたし、そのうち3試合は複数安打ということで、もう4安打、全打席でヒットを打っています。で、ツーベースも2本とね、絶好調ですし、まあ、しっかりとまっすぐをね、引っ張れている。で、変化球も逆方向に打てるという非常に素晴らしい状態ですので、まあ、一軍昇格っていうのがね、あってもおかしくない内容がね、継続しています。続いて投手陣ですが、先発野村投手5回投げて6安打3失点でした。5回103球というね、球数は今シーズン最多の球数でした。で、3回にエラーと、まあ、その後ヒット2本打たれまして失点。で、4回はリチャード選手にホームランということでですね、まあ、エラー絡みではあるんですけど、やっぱりね、失点食い止められなかった。で、結果的には5回3失点なので、まあ、ちょっとね、2試合続けていまいちな内容かなと思います。まあ、1軍でね、また登板というのを目指すのであればね、まあ、もうちょっと安定したピッチング内容がね、必要なのかなとは思うんですけど、まあ、少し不安の残る内容ということで、まあ、今シーズン中ね、また1軍で登板あるかどうかは不明なんですけど、まあ、もう少し粘れたり、まあ、そういったね、自身のピッチングっていうのをね、取り戻してほしいなというところです。で、2番手中崎投手は1回無失点三者凡退で8試合連続無失点です。矢崎投手も3試合連続無失点ですが、1安打1四球とね、まあ、ちょっと内容はそこまで良くなかったかなというところです。で、関東氏は1回無失点、スライダーで2つの空振り三振奪うなどいいピッチングでした。で、大道投手1回投げて無失点で3者連続三振という素晴らしいピッチングでした。これで14試合連続の無失点ですし、ここ6試合はね、フォアボールなしと、前の試合デッドボールあったんですけど、フォアボールがないということで、まっすぐもね、147キロで平均146キロと出てますし、カットボールもキレキレということでね、いつ1軍に上がってもいいという状態
合がね続いているかなという思います。で最後高橋投手ですね、1回投げて1失点ということで、まあ、9試合ぶりの失点になってしまいました。まあ、ただやっぱりまっすぐね平均146キロマックス148キロとね球速出て、まあ、これで空振り奪えてね2三振というね、まあ、ボール自体はやっぱりいいのかなと思いますので、まあ、たまには打たれることもあるよというところで、ね、またね無失点のピッチングをね継続してほしいなと思います。1日のゲームは14対4でカープ敗れてます。まず野手陣振り返りますが、佐藤選手5打数1安打2打点ということで、4回にですね左ピッチャーから2点タイムリーヒットを放ったということで、変化球を逆方向にうまく打ってのタイムリーヒットで、佐藤選手らしいねいいバッティングだったんじゃないでしょうか。で2番の前川選手は4打数2安打とマルチヒットですが、9回にですね痛恨のトンネルをして、そこから大量失点にもつながってしまったので、まあ、ショート守備も重要ですですので、まあ、要反省のプレーになったかなと思います。で4番の林選手は4打数1安打3試合連続のヒット、さらに3試合続けて長打を放っているということで、持ち前のパワーでアピールを続けています。で7番のラミレス選手は2打数2安打でフォアボールも2つ選んでいます。フェンス直撃のツーベースを含む2安打さらに2つのフォアボールということでですね、打率も一時は1割切っていましたが、まあ、1割2分1厘と上げてきているので、徐々に日本の野球にですね、まあ、慣れるぐらいのレベルに上がってきているのかなと思います。で8番名原選手は4打数1安打1打点4回ですねライナーで、レフト線を破るタイムリーツーベースを放っています。守備でもセンター後方の大きな当たりをファインプレーするというのもありましたので、バッティングの方でもアピール継続してもらいたいです。で9番にこのゲームは常広投手が入ってます。カープね今年は2軍の U での試合でも DH ね出してるんですけど、このゲームは常広投手打席に立たせたということで、まあ、プロ初めてで、まあ、これは多分1軍登板を、ね、見据えたことかなと思います。1軍では、ね、打席立ちますので、それを見据えて、まあ、試しにやったんじゃないかなと思うので、まあ、1軍登板もしかしたら近いのかなという、ね、試みでした。で、9回ですね代打で出た中田選手が、崩されながらもレフトへツーベースということで、まあ、カットボールに、ね、泳がされ気味にはなってたんですけど、まあ、それでもレフトの、ね大きな打球を放ってツーベースにしたということで、まあ、今年中に、ね、ホームランなんかも1本見れればいいかなと思いますので、パワーにね注目しましょう。続いて投手陣ですが、先発常広投手は6回投げて5失点でした。初回から押し出しのデッドボールを荒れるなど、最終的には3四球と、まあ、若干荒れ気味だったのかもしれません。で3回にはホームランを浴びたということで、これで 48.3 分の2イニング投げて5本目のホームランなので、ちょっとホームランがね多いのが気になるかなというふうに思います。この試合はカットボールをねホームランにされたみたいで、まあ、そこら辺のね変化球のクオリティもね気になるところです。で調子が悪い時の投球が課題かということで、まあ、本人もね悪い時にどうするかは常に考えているというコメント、残してたようにね、まあ、おそらくこの試合ね調子良くなかったと思うんですけど、まあ、そのゲームでね5失点で、前のねソフトバンク戦も調子悪い中でヒット10本以上ぐらい、ね、浴びるっていうゲームがあったので、まあ、いかに悪い時に、まあ、なんとかまとめるかっていうのがやっぱ先発に求められるので、そこが一つ課題かなと思います。で高監督は球自体は良かった、駆け引きを覚えていったらいいとね、残してたので、まあ、ボールは良かったということで、まあ、その中でねどういうふうに打者と勝負するか、まあ、そこが課題というコメントもあったので、まあ、一つ一つね課題をね解決していけば、また一軍登板というのが見えるかなと思います。で2番手岡田投手は1回無失点ということで、まあ、5試合ぶりのフォアボールなしで無失点に抑えているので、まあ、ここ数試合はねフォアボールが多くて、まあ、それが失点につながってたので、まあ、一つ良かったかなという内容です。デトネ投手は2つのフォアボールと1安打で交代ということで、内容をねちょっと良くなかったですね。で小林投手が後を受けて回の途中からマウンド上がったんですけど、まあ、2つの長打を浴びて2試合連続の失点になりました。で13登板中12試合でねヒットを打たれているということで、まあ、ちょっとやっぱここがね気になる点ですね。でマックスまっすぐもね144キロ止まりと、まあ、球速もこのゲーム出てなかったようですし、まあ、変化球といったところもねちょっと引き続き課題かなと思いますので、そこら辺ね、頑張ってもらいたいですね。で最後辻投手は1回投げて4失点ということで、8月10日以来のね登板になりましたが4失点となりました。まあ全部自責点ゼロなのでね、まあエラーきっかけでの失点ということで、まあちょっと1点とかでねとどまりなかったとこがあるので、まあそこが課題反省点かなというとこですね。でまあきっかけはフォアボールということで、まあこれもね、ワンアウトからのフォアボールでまあランナー出してるっていうのもあるので、まあそういうのもね反省するところになるのかなというとこです。
はい、では今回ですね、代打候補選手たちについてまとめています。こちら8月以降の候補選手たちの成績です。以前アップした田中康介選手の動画にもね、似たような成績が載せているんですけど、その時から成績アップデートしているのと、磯村選手のねデータも載せています。1軍ではですね、現在代打として結果を残している選手がいない状況ということで、代打成績がね、かなり悪い状況ということになっています。で、ここからね、9月大事な戦いがあるというところで、終盤のチャンスとかでやっぱり頼れる代打がいるだけでね、それだけで相手からしたら嫌ですし、そこでしっかりと点を取ることでゲームをひっくり返せる、勝てるというねことができると思うので、そういう代打がねやっぱ欲しいなと思います。で、1軍ではちょっと田中康介選手だったり、田村選手が代打で出てもね、結果を残していないというので、ちょっとここら辺がね入れ替え候補になるのかなというところで、2軍でね状態がいい選手っていうのをね、探したいなと思ったんですけど、松山選手と宇草選手ね、まずこの2人が候補になると思います。今年も上で代打で起用されていましたし、松山選手も経験実績十分なので、本来は1軍でやってもらわないと困るという立場で今2軍調整しているんですけど、8月以降2人ともですね打率が1割台ということで、まだねちょっと時間がかかってしまうのかなというね内容になってます。そんな中ね、松山選手に対しては8月31日試合後監督コメント出ていまして、だいぶ触れ出した、どんどん体のキレを出してほしいということで、このゲームはヒットなかったんですけど、内容とかね、スイングを見てもうちょっとだというような感じだと思うので、ここら辺でね、どんどんキレが出て結果がねついてくれば、昇格となるのかなと思うので、本当松山選手にも早いところに上がってきてもらわないとね、困るので、ここはねしっかりと調整してほしいなというふうに感じています。ではね、誰ならすぐ上げれるかというふうに、なるんですけど、ちょっとねここ最近ずっと推してるのが本当に韮澤選手ですよね。8月以降が3割4分1厘ということで、先週も4安打放ったね試合もあったりと、非常にバッティングの状態がね良さそうなんですね。で、それ以外でもファースト守れたりセカンド守れるっていうねユーティリティ性もありますし、去年なんかはねバウアー投手のまっすぐ捉えてヒット、マルチ安打打ったりとか、そういうまっすぐねへの力強さ、対応力っていうのがね、ここ数試合でも戻ってきてるんじゃないかなと思います。で、やっぱ終盤のピッチャーっていうのはまっすぐが速いピッチャー多いので、そこにね、韮澤選手使うということで、そういうまっすぐも打てるんじゃないかなという期待値もありますので、ちょっとね韮澤選手、速いところを一軍で見たいなというところはね思ってます。磯丸選手なんかもね、ちょっと先週はヒット出てないんですけど、打率なんかも高かったりするので候補にはなるのかなと思うんですけど、ちょっと今ね上で田中選手、田村選手がねヒット出ていないという状況なので、リフレッシュも込めてそこら辺の入れ替えがねそろそろあっても面白いのかなということで、韮澤選手ねぜひ一軍に上げてほしいなと期待してます。はい、ということで選手の成績最後にまとめてます。選手といってもね2試合のみなので、参考程度にはなると思いますが、韮澤選手が4打数4安打と、結果を残していますし、林選手も9打数4安打でホームランも1本放っています。他の選手もね、バッティング面で言えばこの2試合をねヒット出ている選手っていうのが多かったんじゃないかなというふうに思いますので、さっきも言ったようにね松山選手や宇草選手といった、選手たちはもう早いところね、どんどん状態を上げていってもらわないと困るかなということで、また今週期待してみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。優勝へ向けて2軍メンバーの力も必ず必要になってくるかと思いますので、2軍のゲームでしっかりと結果を残して1軍昇格へ向けてアピールしてもらいたいと思います。このチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、シャーカープ頑張れ。